ではブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。オービタルが管理する保護区域にあるデータ保管施設の周辺に汚染された AI が集結しつつあります。これら適正 AI を排除しデータ保管施設を防衛することが今回のオーダーの目的となります。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。任務としては単純だけど気になるわね。オービタルの管理区域施設の防衛をスカイユニオンが自費を使ってまで発注する理由が知りたいわ。そうそう、それだぜ。俺様もそれが気になってたのよ。データ保管施設にはムーンフォール以前の記録が収められており、これを移出することはスカイユニオンにとっても望むところではありません。ムーンフォール以前の記録、もしかしてそれって、まさかライブラリーか。イエスマイロード、その通りです。あ、ライブラリー、なんだそれ。物理的な本を収集し保管するための施設です。一般市民に本を貸し出すこともあったようです。フォー、それは本当の図書館。そいつが言っているのは図書館、美術館、過去の旧情報統合施設、通称どっちでもいいよ。紙の本なんて読んだことねえし、ルーキーだって知らないよな。知りたいことがあるならフォーに聞けばそれで済んじまう。必要な情報があれば何でも。オービタルおよび各ネーションのデータベースから必要な情報を提供しますよ。ほらな、最新の音楽でもコミックでも聞けばすぐ出てくるってんだからよ。そうね、前世紀の遺物。それにしてもライブラリーね。データ保管施設とはよく言ったものだわ。デジタル化すれば少量でしょ。データの保管方法として非効率的だというのはその通り。決してデジタルデータには変えられないもの。本の想定に触れた者たちの思いが込む美術品には人間の苦悩や喜び、人類が歩んできた歴史そのもの、それが文化。魂のない AI を破壊させるわけにはいかない。わお、文化ときたかい響きだ。俺様のグラフィティやヒップホップも文化だよな。芸術は爆発だぜよ。くだ、芸術というには稚拙すぎる。ディスるつもり？カビくせえあんたに理解してほしいなんて思ってねえよ。決して変えられないもん。生きていくためのパンよりも一片の死の方が人間にとって大切なこともある。ただの温室育ちかと思ったら面白いこと言うわね。何を笑うことなら、私は真実を知っているだけだ。いいわ。私は下絵も理解できないし、するつもりもなかったけど、ちょっと興味が湧いてきた。フォー、パンツァークラウン、オーダー。オーダーの受領を確認しました。俺様つーか、バレットワークスも受けるぜ。難しいことは分かんねえけどよ、アーティストを名乗る者として文化が奪われるのを黙って見てるわけにはいかねえだろう。了解。フォー、オーダーにシェルを登録しろ。私が受けるだけの道義がある。オーダーの受領を確認、登録いたしました。それでは任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。防衛が成功したらライブラリーの壁に俺様の素敵な名前をタグってやるぜ。じゃらん。順守のじいさんも何が楽しくてあんなの勝ってる。晩餐の時間までに間に合わせたい。では
施設防衛のためスカイユニオンから設置型機雷が支給されました。適正 AI 軍がすでに進行してきているため時間の猶予はありませんが、 AI 到達までに設置完了してください。適正 AI 軍の姿を確認、速やかに排除を開始してください。セミトリウスの濃度はほぼゼロ、短距離レーダーへの影響はありません。捕獲機のデータリンクから詳細の通信解析を開始します。ウォッホー、あれが噂のライブラリーか。いい食べだ。相手が雑魚だからって気を抜くんじゃないよ。撃墜されたってあんたたちを助ける気はない。ああ、おこっちの怖い兄ちゃんだな。いや、私ならこそ君たちが失敗して私が思い出す。なんだよ、戦いの手に報酬だけぶんどろうってのかよ。戦う道具は私が剣を取る。おーい、戦わないならオーダーを受けるんじゃねえよ。フロンテンのみ放っておきな。俺が初めてじゃない、そういう坊ちゃんなんだよ。うちを閉じな、仕事だ。よっしゃ、ボリュームのテンション上げてぜ。遅れるなよ、ゲーミンだ。防衛対象の反応低下、残り 80%。
ました。ライダーの数が増えたところだ。どうしたよ。それよりフォーク、新手の種類は。 AI ではありません、アーセナルです。識別信号はホライゾンのものを発信しています。アーセナルだって？ホライゾンの識別信号はどういうことだよ。情報確認中、少し待ってください。フォーク、攻撃回線開きなさい。あんたたち、どういうつもり？こっちはスカイユニオンのオーダーでここにいる。団長、どうすんの？スカイユニオンだって。当初想定外ではあるが、任務に変更はない。目標の施設を破壊する。そうくなくちゃ。年にはるばる来ておいて、一発もぶっ放さず帰るなんて無理だもん。ストレスで爆発しちゃう。邪魔をするならお前たちも排除する。死にたくなければとっとと帰還しろ。私的には邪魔してほしいんだけど。死なら気にせず撃ちまくれるし。おい、これどうすんだよ。攻撃していいのか？フォーク、情報は？申し訳ありません。私には情報開示権限がありません。フォーク、少し下がってもらおう。坊やたち、10秒止まるから私を守りな。あ、姉さん、何を？オーバーカウンター、第一ボヘルの鍵、バルコンの信号、送信電源の問題解除、送信電源の問題、コンタクト、どうせか。アーセナルの攻撃処理、オービタルマスターコイル、モデファイルの監視。これが、ホライゾンから施設の破壊任務依頼だ。正反対のシーン、この前に何があるって言うの？ウィーフにクロッシングアウト。奪われるくらいなら先に壊しちまおうってことかよ。だけどよ、説明する手間が省けたよ。ジム、任務を開始。うっせー、花火大会の始まりね。ほらほら、行くよ。やめてくれ。スカイユニオンとホライゾンを発信するからいい気だ。もうえい、どうしちゃうのかよ。でも腹を決めな。君が何か理由がある。エイシャの捨て駒ではなく、自分のために生きるなら向かうしかないんだよ。ファインの様子に死にも捨て駒じゃねえってかよ。武器
いかもな。あいつらを追うよ。こういう時に戦力を減らしておく。私を敵に回せばどうなるか理解してもらおうじゃない。待った待った、これ以上のヒットは無理だって。ブラッキーのペイントマンまで使っちまった。それで良しとするしかないみたいな。素晴らしい、人類の宝は守った。イラつくな、こいつら。放っておきなさい、それか慣れなさい。今回のことはあんたのボスに報告した方がいい。ああ、了解了解。それにしてもあれ見事だったよな、オービタルのコンピューターをさ。そう、坊やたち、また組むことがあったらたっぷり可愛がってあげるわ。フォー、機関シーケンスを実行しなさい。了解しました。機関シーケンスを展開、実行します。